泣いてる。最近カラス多いんだけど。Thank you.
から一応。ガチのなんか病院みたいな感じ。最後に今回の動画でつけてた時計とネックレスの紹介をしたいと思います。どちらとも色味はローズピンクの色味になります。この時計のめっちゃ可愛いところが文字盤が光によって色が変わるんですよ。太陽だとすごくわかるんですけど、春らしいピンクの色味などになんかピンク系の色味にすごく変わります。時計をつけてみる感じはめっちゃ可愛くないですか。ローズピンクとかの色味すごい好きなので本当にお気に入りです。動画でもこの2つを一緒につけてたんですけど、ネックレスと時計の色味が一緒ってこんなに可愛いんだなって思いました。じゃーん、こっちにブランドの記載があって結構控えめなデザインでめっちゃ大人っぽくて可愛いです。プレゼント用の包装がこれになるんですけどめっちゃ可愛い。自分へのプレゼントとか大切な方にプレゼントするときにすごいいいなと思いました。今回クーポンコードを発行してもらって 15% オフで公式サイトや店舗で使えるクーポンがあるので、そちらもぜひ概要欄にいろいろ書いておきますのでチェックしてみてください。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てください。バイバーイ。